この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。本日も解説していただくのはスポーツ報知長谷明記者です。長谷さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。6日間のオール新入固定で行われているルーキーシリーズ第10戦スカパー JLC 杯オール新入固定レース、本日5日目準優勝戦日を迎えました。準優勝戦は本日の第9レースから第11レースで行われます。さあ長谷さん、今節のベスト18出揃いましたね。はい、まあ、見てみると上位には A 級の選手がね。そうですね、しっかりとね、内枠を固めましたね。ねえ、まあ、そしてその中で、まあ、地元選手も3人上がってきてるんですけど、田川選手、高木選手、町田選手、はい、はい、そこもね頑張っていただきたいと思います、うん。まあ、そして予選をね盛り上げた、あの長谷さんがね伸びで注目されていた選手残ってきましたね。そうですね、はい、うん。まあ、今日もね皆さん注目していただいていると思いますが、まあ、誰がね優勝戦に駒を進めるのか、本日も最終レースまでお楽しみいただければと思います。本日も長谷さんには2レース予想していただいております。まずはこのレースです。見ていきましょう。第11レース3つ目の準優勝戦ですね、うん。ここちょっと見出し読ませていただきます。レースのうまさは吉田雄平選手、伸びは特化している金田智弘選手ということで、うん。さあ吉田選手がね、はい、まあ、貫禄の予選トップ通過果たしましたね、はい、オール3連隊、うん。やっぱレースがうまい、なんかどこのコースかでもスイスイスイってなんか出てきますね。そうですね、まあ、陰線ともなれば信頼度は高いでしょうね、はい。足もねもう全然レベルとしては、ね、中堅以上あるんですよね、うん、もう悪くね、まあ合わないと重さがあるとか言うけど、はい、まあ、夜の時間帯だからね、うん、このあたりも大丈夫と思いますよね、はい。ただ書いてるようにこれ伸びに特化してるのは3号艇金田選手が、うん、はい、すごいんだからこれ伸びが、うん、すごいですね。あの、うん、基本的に今節はスローだとチルト1、うん、ダッシュだと 1.5 だったんですけど、はい、昨日はねうち2号艇のスローでも 1.5 で行ったんだけど、はい、全く問題がなかった、うん。だから 1.5 だから伸びだけかと思いって、はい、回り足もあるんですよね。それはすごいですよね。だからスタートしても出ていくし、うん、回ってからもグイグイグイ出ていくんでね、はい、いやー神田選手が節位置かな、仕上がりとしては、うん、パンチ力考えればね。なるほど、だから吉田選手とってはなんか嫌でしょうね、本来ならこれ1、2って印が打てるはずだっですけど、はい、A1 高橋龍選手が、うん、どうもコメントが良くならない。やっぱり昨日もインからは勝ってるんだけど、はい、気配としてはやっぱ良くないんですよね。やっぱ手前つながりが良くないって言ってる。ただ、なるほど、スタートが早い選手ではあるんですよ。でも3番と伸び比べた3が多分出ていくと思うんですよね。だから1と2はよほど早いスタート行かないといけないとこでしょうね。なるほど。でも3が、まあ、チルトは跳ねてるって伸びていくんで、うん、まくっていきたいんですよね、はい。そうなれば4コースの宗吉選手が展開向く、なるほど。だから4とか印もあってないし、これ5と6にも展開向くんですよね、はい。5番地元高木選手は出足関係これいいと思いますよって言ってた、うん。本人はレース足いいんです、だからチャンスはあると思うって言ってたんで、あ、軽視はできないな、はい。6号艇馬野選手はね直線系ですね、乗りづらさはあるらしいけど足はいいんでね、はい、彼も軽視はできない。だからちょっと1から3の時はちょっと5と6も3着に入れましょうよということで1、3流し、はい。そしてあの金田選手の足見るとなんかまくりきれなくても失敗しても3着まで入れそうなので、そこは印回ってるね、1、4、3、1、2、3、ちょっとここも一応押さえておこうというフォーカスを出しました。まずは、はい。そして狙い目は金田選手の頭、スローからでも全然問題ないんですよね、チルト跳ねても。なんか彼ではなんかコンセプトどこからでもレースできそうだな、だから1と2強いんだけど、はい、もしかしたらまくりきる可能性もあるなと思ってるので、まあ、一応3の頭から1が残す3、1を入れてますよ。イメージは3、4、3、5の方でしょうね。うん、昨日ね金田選手ね、まくられたんですよね、中道選手に。はいはい、そうですね、まくられて悔しいって言ったんで、やっぱりまくりタイプはやっぱまくりたいんですよ基本的に。なるほど。だからちょっと穴としては3の頭を出しておきましょう。うん、まあ、でもね吉田選手もやはりインからと、うん、強いよ、ね、彼はうまい、ね、うん、うん、
2着3着に残しておきましょうというメモ、はい、はい、このようにフォーカスを上げていただきました。ぜひ皆様参考にしていただきたいと思います。そしてあのコーナー行きたいと思います。それでは行きます。困った時の長谷田の2と、まあね、予想をしていただく前に昨日のね2つ予想していただいたものをちょっと振り返っていきたいんですが、長谷さん2日連続で2レース両方的中でございました。ありがとうございました。もうね、はい、まずね10レメインで出していただいた10レースはここは本戦での決着でしたね。大本戦でしたね。あれはもうね、もう恥ずかしいですね、あのフォーカスが多かったんでね。いやいやいや、ガミガミでしたね。いやただね、もう一つの狙い目の方ですよ、第9レース。うん、ここはね金田選手とそして中道選手との伸び伸び対決、はい、うん、中道選手のね前半戦6コースでそこのチルトと伸び注目してくださいということを言われていましたが、うん、はい、中道選手は2連勝でまくりでですよね、はい、うん、素晴らしかったですね。いやここ4,2,5,3,900円だったんですよ。つかないね。つかないね。つかないね。いやでもしっかり的中ということでね、今日のね長谷さんの狙い目聞きにしている方すごい多いと思います。あ、はい、さあどこのレースでしょうか、見ていきましょう。このレースです。第9レース一つ目の準優勝戦を挙げていただきました。これ井本選手ね、うん、本当彼はバランス型で総合力が本当にすごくいいんですよ、はい、本人もトップクラスって言った、うん、あの行き足が一番いいんでね、はい、それが伸びにもつながってるし回ってからの足もつながってる、うん、だから全部に二重丸がつく、だから僕らで出足伸び回り足全部二重丸がつくっていう足なんですよね、うん、だからね彼の陰線が本命ですけど、ここもやっぱり、はい、先ほど、ね、名前出してもらいました中道選手がいるんですよね、うん、そうですね。ただここは怖いっていうと、あとイルミ選手が昨日のね12レース、うん、はい、じゃなかった11です、11でしたかね、予選が終わった後のレースで、はい、転覆したんですよね。昨日の一走逃げたレースもちょっとなんか刺されてた感じがあって必死だったんですよね。なんか出足感じと重かったんですよ昨日、はい、だからそれがちょっと転覆にもつながったのかなと思うんですけどね、会えばいいんだけど、はい、ちょっと昨日のその影響も気になるところではありますよね。そうですね、ちょっと気になりますね。でも本来ならこれもね1枠2枠 A1 しっかりいますからね、うん、はい、船足もいい2人だから 1,2 って行きたいところですよ、うん、やっぱ昨日の中道選手の動き見るとやっぱ彼を対抗したいんですよね。はい、ただ昨日はダッシュだったからチルトはプラス 1.5、うん、はい、話したいやスローの参考差と 1.5 はきついかもしれませんね、やっぱり助走距離考えると。はい、あの彼面白いで 220m から起こせれば 1.5 は通用するけど、うん、150起こしになるとちょっと 1.5 微妙って。なるほど。だから今日チルトどうするか、うん、でももし 1.5 のままだとお内からでもいけるんだなって足、うん、でも1にしても伸びるのは伸びるって言ってました。はい、だからスタートを決めてのまくりに行きたいと本人言ってましたね。なるほど。だからちょっと井本選手の対抗にはやっぱり思い切って中道選手を行きましたよ。今節見てれば3コースがビュンで握っていられるので絶対いいんですからね。そうですね。ただ3がスタート、うん、不発の場合は2がしっかり残すでしょうね。うん、外の4,5,6 はどうかというと5番篠原選手は直線がいいですね。うん、前田選手うまいんですけど出てはないですね。うん、道中はやっぱりうまいよ、あの走り方で。そうですね。だから本人やっぱり回ってからが全く進まないって。やっぱりこうかだから。あそこの足があればもっと自分僕は思うには彼もっと一着取れるはずなんですよ。そこがないって。なるほど。で地元町田選手は出足はちょっといい方と言ってました。展開次第ですよね。なるほど。ですんで1からはまず3に行きましょうよ。でイルミ選手が残すか外で、まあ、篠原選手でも3が握れば4にも展開があるってことで4入れましょう。ここ1-3流しにしなかったんですよね、町田選手も入れたいけどね。で中道選手復活の場合1-2でしょうね。はい、ただねやっぱりね優勝戦にね中道選手が乗ってきてほしいっていうのは面白くなるからね。面白いんですよね。うん、ただねこれちょっとあれですね、前田選手がね、はい、昨日の実はレースなどに、うん、いや今の明日とも優勝きついって、うん、でもねって、うん、でも何って、でも中道が隣にいたらもしかしたら展開があるかもしれない。ただここ本当だ、巡り合わせで中道が横にいるんですよ。うん、はい、ということは前田選手も出てはないけど、うん、3が攻めていけば展開があるっていうふうに自分がしっかりついていこうと思ってると思うんですよね。なるほど。だからね、うん、印は回ってないけど
まあ、やっぱり気にはなりますよね。そうですね。だからちょっとまあ3着にもしっかり入れておこうというフォーカスを出したんですけどね。はい。そして狙い目ですね。やはりもう近況話題の N 道ですよ、はい、中道選手ですよ、はい、やっぱり気持ち入ってますね、うん、昨日ナパの6コースからのまくりだったり昨日の角4まくりだったり、はい、いいですね。やっぱり本人はね、うん、今自分が注目されてるって意識してる。なるほど。あの6号艇でもなんか20倍ぐらいだったでしょ、うん、そうですよね。本人冗談っぽく安いですねえでももっと自分だと、うん、分かってんです、売れてるっていうのが、うん、だから追ってみるんですね。期待に応えたいという思いが彼強いんですよ、うん、だから一度に強いんだけど、うん、昨日みたいにスタートバチっていけばね、はい、行けばスタート前に行けばまくるしかないんですから、うん、まくるなら4がついてくる5がついてくる3、4、3、5流し、うんですね。気持ちはね、うん、本当はね、いけないけど、中道選手も、ここ2着で明日外枠乗った方が面白いんですよ、優勝戦は。そうですね。でも、そうは言って、うん、彼言ってました。僕、そんな器用な人じゃないから、2着なんか狙うとか言いたくて、1着しかなれませんって言ってた。なるほど。じゃあ、攻めるのは3でしょう。うん、ってことで、3、4、3、5。井本君は出てるけどね。ですね。今日ちょっと穴をここかなと思ってね、うん、出してみました。はい、今日もね、パンチの効いた走りが。そう、いいよね、あのパンチがね、ね本当は。うん、やっぱ髪型とね、しっかりしてるよね、うん、さあということでここ狙い目は3、4流し、3、5流しということで、はい、中道選手注目ということで挙げていただきました。ぜひ皆様参考にしていただきたいと思います。本日も、まあ、準優勝戦9レースから11レース行われるわけですが、最終レースまでぜひ皆様にお楽しみいただきたいと思います。本日も解説していただきましたのはスポーツ報知長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。